こんにちは、しおさんでございます。 SNS 集客講座、今回はですね、 SNS が苦手な人でも SNS を続けていくことができるための3つの工夫というところをお話ししていきます。 SNS 一人でやらないといけないというふうに思っていませんか？これ僕もですね、実は昔はですね、自分一人でやらないといけないというふうに思っていた時期もありました。ところがですね、いろんな飲食店さんの、お手伝いをしていく中で、 SNS が思った以上にですね、こう苦手であると、そして苦手だからこうちゃんとやってないという方もやっぱりすごく多かったんですね。でもっと言うと、情報の発信の仕方がわからないとか、そういうふうに悩まれている方も多かったです。ところがですね、そういった方々もですね、この3つの工夫というところを伝えてですね、そして3つの工夫をできるようになっていくと、実は皆さん、もうほぼ全員ですね、実は SNS を100日以上続けてですね、数字の成果にもつなげていっていたというところがありました。でこれはですね、どういうふうな工夫というものがあるとこれできるのかというところをお話ししていきます。答えはですね、3つ。まず1つ目はですね、仲間と一緒にやるという工夫ですね。2つ目はですね、定型文というものをうまく活用するということです。3つ目はですね、ネタである写真や動画を最初に取りだめてからスタートするということです。まず1つ1つお話していきますと、まず1つ目のこの仲間と一緒にやるということですね。でこれ実はすごく大事なことです。特にお店でこう SNS を新たに開設しようとなった時に、店長さんだけが頑張ってやろうとしてもやっぱり大変なんですね。他の業務もたくさんありますし、なかなかその時間というものを取れない、しかも最初はやっぱり苦手だとどうしても時間がかかるイメージが強いので、なかなか思い切りができないというところがあります。ところがですね、これを仲間と一緒に協力して、例えば1週間のうちの何曜日は誰々さん、何曜日は誰々さん、何曜日は誰々さんという形でこう一緒になって協力し合ってやっていくということを決めていくと、こう毎日それをやらなくてもいいと。でもお店としてこれをやっていく上では、こう皆さんとルールを決めて役割を決めていくことによって、お店としての習慣にはなっていきますので、なので、しっかりこう継続というものがしやすくなるんですね。でこれ継続をみんなで協力してできるようになっていくと、実はこの SNS というものについてはやっぱり続けるということが特に最初の頃大事になりますので、この続けていることによって仲間の方々もですね、少しずつこのいい評価が返ってきたりですね、または一緒に協力し合って発信をし合ったりとかですね、あとはいいねを押し合ったりとかということで、まずはこう一人じゃないというところで少しの安心というところを持ちながら続けていくということができるようになりますよというところがあります。はい、このやっぱり最初から一人じゃないということだけでも、実はこれ SNS すごく大きいんですね。はい、これ僕も経験しました。僕はブログをですね、2800日間以上こうやってですね、で今も YouTube を、週6回、そしてそこにブログを週1日ということで、実は毎日実は SNS を配信してます。でこれなんでできてるのかというと、私もですね、今一人じゃないということでできてるんですね。やっぱりこう協力してくれる人がいて、でその協力してくれる人と役割を分担してですね、作って、配信をしているというところがあります。だから実はできているというのがあるんですね。でところがこれ僕もですね、最初これブログをやった時というのは一人でスタートしました。で一人でスタートするとですね、最初は本当孤独です。誰も応援してくれないし、ほぼ周りは否定から始まります。そんなのやって大丈夫なのとか、そんなん成果出ないよとか、文章が長いとか読みづらいとか、まあ本当いいことほとんど言ってくれません。でそれぐらいにですね、実は
皆さんやっぱりこう非常にこう周りからすると厳しい目で見てきます。でこの厳しい目でですね、見て対応してくる、そういったことに対してですね、こちらで、何とかして乗り越えないといけない。だけどやっぱりなかなかですね、最初、一人でやっていた時は90日過ぎるまではですね、本当にほぼ一人でした。でそれぐらいにですね、この一人っていうのはやっぱり非常にこう心もやっぱり疲れるというところもありますので、おすすめをあんまりしてないです。とにかくもし仲間の方々と一緒にできるのであれば、仲間の方々と一緒にやっぱりやっていく、これがやっぱり非常にこの進めていく上でも大きな力になるというふうに考えておりますので、まずは一つは仲間と一緒にやるということ、これをまず一つ意識するということですね。で二つ目はですね、じゃあ仲間と一緒にやる、じゃあできるのかというと、もう一つ問題があります。皆さんやっぱり頑張っちゃうんですよね。でこれを頑張らないでできるような工夫をしないとダメなんですね。でそれが定型文を使うということでもあります。定型文というのは最低限毎日のように見てくれる人に対して発信すべき情報ですね。例えば挨拶文であったりとか、どんな内容のものなのかとか、あとはお店の情報とかタグとかですね。でそういった部分については基本的に最初にみんなで話し合ったりして決めておくんですね。でここについてはコピペをして、そして、コピペをした上で途中の、この写真を説明したりする部分だけをその発信する人が考えて書いて送るという形にする。でそうするだけでも実は1人1日15分とか10分とかで実は配信ができるようになるんですね。でこのことができるようになると、皆さんしっかりと継続もできるだけでなく、考える時間というところも非常に短くて済むというところもあるので、SNS 大変だとか疲れたとかこういうふうになりにくいというところもあって、みんなで協力して継続できるというところにつながります。なのでこの定型文というところを一つ考えてですね、その定型文をもとに進めていくということがポイントですよというところもあります。これ定型文じゃあどういうふうにしたらいいのかなというところがありましたら、このインスタグラム、僕のインスタグラムもそうですし、あとは僕が運営しているページとかもですね、ぜひご覧いただければそこの中で見ることもできますので、これの説明欄にも少し載せておきたいと思っております。3つ目はですね、この写真と動画を最初に撮りためてからスタートするということですね。 SNS についてはこう準備ができてないのに無理して進める必要はないんですね。でもう準備をして進めたとしても、準備をしなくて進めたとしても変わらないことは何かというと、結局数を最初積み上げていかないと成果が上がってこないというところがあります。なのでしっかりと準備をした上でスタートした方がしっかり継続ができるというところにつながりやすいですよというところがあります。でその継続というところで、悩みが一番多いことの一つにですね、ネタが集まらないとか、ネタがなくなったとか、ネタをどうやって集めたらいいかわからない、ここがすごく多いんですね。でこのネタの問題を解消していかないと、皆さんもう100といった時点でそもそも無理ですということに言います。もっと言うと30でもダメだと言ってくるんですね。でそれぐらいに皆さんネタというものに対して非常にこう不安を感じているというところがあります。このネタの問題さえ解消できれば、実はあとは先ほどの定型文に当てはめて、そして仲間と役割分担してやっていくことで、実はこの部分の問題っていうのは解消できるんですね。でそういったところを踏まえていった時に大事なことは、ネタもですね、これ一人で集めるのではなくて、今スマートフォンさえあればもういくらでもネタ簡単に集められます。しかも Google ドライブとか、Google フォトとかを使うことで、みんなで共有のフォルダを作って、そしてそこに撮った写真を取りためていくと、でそこからみんなが使い分けていく、これもできるようになりますので、
なのでこう仲間と一緒にネタを集めていって、そして仲間と一緒にこのネタを、この共有フォルダーに取っておくと100日分のネタというのは非常に集まりやすくなりますよということであります。例えばですね、仮に例えば5人で一緒にやりますとなってくると、5人でこれ100日分と考えれば100枚の写真があると OK ですよね。でそう考えていくと1人当たり20枚写真を集めればこれできるんですね。これもし10人でやる場合だと1人当たり10枚ずつでいいんです。もう10枚だったらなんとか集められますよね。でそれぐらいにですね、実はこの仲間と一緒にこれも写真を撮って動画を撮ってそれを集めていく、そういうことをしていくと100日分のネタというのもあっという間に集まりますので、なので、しっかりとそのネタをですね、まずは集めて、よしこんだけあったらできるねという状態を作ってから、じゃあいついつからスタートしようと、そして役割は誰々だよと、この日は誰々、そういうふうに決めてですね、そして定型文はこれでいこう、そういう形で決めて動くことによって、続けるということができるスタート体制ができますよということがあります。先ほどの中でですね、もちろんそのネタというところでどういうふうにネタを取ったらいいのかとか、ネタがたくさん集まるにはどうしたらいいのか、これはまた別のこのネタ作り講座で、お話もさせていただきますので、その時ぜひ活用していただきたいと思います。ポイントもう一度だけ整理しますね。一人じゃなく仲間と一緒にやる。2つ目は定型文というものを作って、その定型文を活用しましょう。3つ目は最初に写真や動画などのネタを100日分集めて、それからスタートしましょうということで、この3つをぜひしっかり行ってから始めてみていただきたいと思います。ということで、今回もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは飲食店の楽しさを届けるために、全国の飲食店経営者の対談動画、一押し看板グルメ、飲食店の集客に役立つ情報を中心に届けております。ぜひチャンネル登録もお願いします。飲食店応援チャンネル、シオラボ。